皆さんこんにちは。どんぐり教員セミナー、今回はファシリテーションコーチング基礎の9回目、インストラクションの実例ということで、実際にインストラクションの、実際の場面を想定してお話しします。インストラクションのポイントを振り返ってみましょう。まず最初は静寂を作って、静かな状態でですねスタートする。で、2つ目が要点を簡潔に言う。3つ目が確実に伝わる方法でやっていきましょうということです。小学校での実例、こちらよくわかる学級ファシリテーションの書籍より引用させていただいております。振り返りジャーナルというですね、活動記録を生徒が日誌に書いていくという、そういうチャレンジをする時の先生のインストラクションです。読んでみます。例えばサッカーをしている子はシュートがうまく決まらなかった時、次はどうするか考えるよねと。修正して成長していきます。勉強もそうだし、普段の生活も同じですと。ここでですね、具体例を述べることによって生徒の動機づけを誘っています。今日から振り返りジャーナルを始めます。これは私たちが毎日の勉強やクラス、自分や友達のことを振り返るためのものです。ここで明確にですね、目的についてお話をします。で、実は私も…ということで、やってみての効果を自分の体験談から語ってあげると。そうすると生徒もですね、なるほど、やってみるといいことがありそうだとい う、 こう期待とかですね、自分でも予測が立つわけですね。そしてこれからやり方の詳細を説明しますということで、手順のお話に入っていくようです。では次は中学校高校での実例を想定して、この場合現代社会の討論をですね、例にお話したいと思います。皆さんは高齢化という現象を聞いたことがありますかと、問いかけですね。この町においてもお年寄りの方の割合が高くなっていると感じている人も多いでしょうと。具体例とか身近なことから入ってきます。今日は日本の高齢化について、その現状や対策について話し合いをしてもらいます。特にこの先の将来何が問題となってきそうなのかを考えて予想するのが目的です。今回行うことの目的とかゴールになります。そして、昨年もこの問題で話し合ってもらいということで、やってみての効果、あるいはですね、皆さんだったら もっとこういい話が出るんじゃないでしょうかというような期待ですね。そういった形で、やる気にさせていくと。で、これからやり方の詳細を説明しますという手順をお話しします。やってみての効果はオプションですので、必ずしも入っていなければいけないというわけではありませんが、よりですね、効果を高めるために入っていると望ましいかもしれません。さらにですね、討論の手順と時間配分については今までとほぼ同じですが、詳細は各地のワークシートに書いてあるので確認してくださいと。この辺ですね、前回も言いましたけど、手順が複雑だったりする場合には必ずですね、手順書のようなものを準備します。また討論の問いとルールについてはこの後全員で確認しますということで、問いとかですね、ルールについてはまた口頭で改めて言うわけですね。少しですね、間を置いて、全員で確認しなければいけないところは先生が一方的に説明してしまうのではなくて、少し様子を見ながら問いかけをしたりですね、ルールについて確認して OK だったらこう手を挙げるとか、そういうようなものがあるとより徹底できると思います。討論の結果はワークシートに、班の当番のリーダーがまとめてくださいと。各班から発表してもらう時間は11時50分スタートで、途中であっても一班から順に発表してもらいますと。では始めてくださいというインストラクションの例になっております。ここで時間管理の話もですね、きちんとしていますし、先生がですね、時間を計ってしっかり管理を していくというのが、計画的にですね、学習を進めていくためには重要です。最後にですね、大学での実例、こちらはですね、太陽パネルの作成実習というのを想定して考えてみました。今回の授業では太陽光パネルを実際に組み立て、配線し屋外で発電状態の確認までが目的です。目的を明確に言います。すでに予習動画で実験目的や本日の実験の仕方などは学んでいるという前提で進めます。前にですね、反転授業のお話をしましたが、動画を見てきてですね、大学の、この場面では実際に、大学に通っている状態ではですね、そこの講義の部分はですね、予習動画で賄っているという前提です。で、実験に必要な機材や説明書は各グループの記上にあります。
まあ、細かな説明は先生がするのではなくて、マニュアルを見ながら実験する力、大学生になると持っていてほしいので、まあ、そういう形になっております。で、実験のデジタルレポートは6月6日までにレポート保管庫に各自でアップロードしてくださいと、まあ、この辺デジタル機器をですね使うような設定です。まあ、その際、発電効率の考察については必ず実験中にグループ内で討論し、実験途中での質問は班内で学び合いをしてくださいと、この辺もですねきちんと討論とか学び合いの仕組みを、まあ、リアルな授業に入れているわけですね。まあ、それでも、解決できない場合は、まあ、先生に尋ねると。あるいは先生の役割はですね、ここで実験の進捗を全体を見てみたりとか、観察して評価するなどをする行うんだよということですね、学生に明確に伝えています。まあ、今回はですねインストラクションの実例ということで小学校、中学校、高校、大学についての、まあ、模擬的なものを皆さんにお見せいたしました。ではこれで終わります。